TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。どうなんでしょうね、インフルエンザ結構猛威を振ってますよね。全世界的なんだよね。なんかちょっと怖くない？全世界で猛威を振るってるって、もういいよって感じですけどね。ビョンジャンみたいな感じで、まあ、放送を聞いてる人以外は何を言ってるのかよく分かりませんが、ね、ピョンチャンオリンピックもね始まってますけれども、いいっすよね。なんかピョンチャンなんか可愛いよね。なんかペットの名前につけたよね。ねピョンちゃん、ピョンちゃんがさみたいな感じ。ピョンちゃんね、すごいよね。なんかインフルエンザからピョンちゃんになっちゃって。ただね、アメリカでピンクがスーパーボウルの時にまあインフルエンザかかって、やっぱり歌ったんだよね。インフルエンザバキバキ、もうピーク時に、インフルエンザピーク時に歌ったと。でも日本の場合だとほら、インフルエンザかかっちゃうともう何もしちゃいけないって、自己隔離してくださいって感じじゃん。もうそれ自己責任で、他の人にうつさないでください。だから例えばさ、あちょっと風邪かなと思って病院かなんか行ったら、いやインフルエンザですよって診断された瞬間、あやられたって感じだよね。それ内緒にするとさ、もう犯罪者みたいな感じじゃん。なんかわかる？よくも人様の健康に、なんか すごいじゃん。なんかそのねえ、なんか暗黙のルールでとんでもないやつみたいな感じの扱いになるじゃん。だから結構逆にさ、人って風邪かな、あインフルエンザかもしれない、行かないんだよな。逆に蔓延するかもしれないよ。だってほら、いわゆる不可抗力っていうかさ、自分は何もしてなければさ、わかる？診断されてなければ責任取れないわけじゃん。逆にそれでもっとなんか俺インフルエンザが蔓延するような感じがするんだけど、まあそういう時はピョンチャンって逃げるという。さあ、TOKYO HOT 100、最新チャートトップ5。5位はナルバリッチ Ain't on the map yet。 オンエア好調で先週28位からトップ5入り。4位は Bruno Mars featuring Cardi B Finesse Remix。 王座返り咲きならず、先週2位から痛恨の2ポイントダウン。3位はユキ I love you。 ベストアルバムのセールスポイントが大きく加算され、先週80位から大ジャンプアップ。2位は Justin Timberlake Filthy。 こちらもニューアルバムのセールスが加わり、先週13位からトップ目前。では最新の TOKYO HOT 100、100曲チャートのてっぺんは、またしてもカミナ・カベイヨでした。オンエアに加え、アルバムセールスもまだまだ好調、2連覇達成。カミナ・カベイヨ featuring Young Thug Havana。 こんな感じです。次回 TOKYO HOT 100、ゲストはリリとカミナ・カベイヨをお迎えいたします。どうぞお聞き逃しはないよ。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100